ニコラス・ヒリアードは、イングランドの金銀細工師、ミニアチュール作家。イングランド女王エリザベス一世、イングランド王ジェームズ一世の宮廷人の、肖像ミニアチュールの作者としてよく知られる。手がけた作品は、小さな楕円形のミニアチュールがほとんどだが、10インチ程度の、戸棚の飾り絵も描いており、エリザベス一世の半身像を描いた2枚のパネル絵は、有名である。 ヒリアードの作品は現在でもエリザベス朝を表す視覚的イメージの典型となっており16世紀後半の他のヨーロッパ諸国の作品とはかなり異なったものと言えるヒリアードの技術手法は当時のヨーロッパ諸国の主流に比べて非常に保守的なものであったが作品の完成度は極めて高いエリザベス朝の代表的な肖像画家でその小作品が シェイクスピアの初期の儀曲にも影響を与えた唯一のイングランド人画家として現代でも精神さと魅力が評価されている。モデルミショー、1572年 V&A ヒリアードはアメリカのニューヘイブン植民地創立者の一人セオフィラス・イートンの最初の妻だったグレース・ヒラーと非常に近い血縁者ではないかと考えられている。ヒリアードは幼い頃に 当時エクセスターで著名だったプロテスタントで、後にオックスフォード大学のボードリアント書館の設立者となる、トマス・ボードリ教の父、ジョン・ボードリに随身していたと考えられている。プロテスタントのジョン・ボードリは、カトリックのメアリー・チューバーが、メアリー一世として、イングランド王位に就いた時に、国外追放処分を受けた。ジュネーブで、ジョン・ノックスが指導していた。 カルバン主義者の礼拝堂の1557年5月8日の記録に11人のボードリ家の一員として当時10歳の子供だったヒリアードの名前が残されているのである。しかしながらカルバン主義はヒリアードにとって重要なものにはならず国外生活で身につけた流暢なフランス語が後に役立つことになった。ジュネーブではヒリアードよりも2歳年長のトマスボードリが 優れた学者たちの下で集中的な古典教育を続けていたが、ヒリアードが同等の教育を受けたかどうかははっきりしていない。ヒリアードは1560年に当時13歳だった自身の肖像画を描いており、18歳の時にスコットランド女王メアリーの肖像画を描いたと言われている。ヒリアードはイングランド女王エリザベス一世の宝石職人で、 シティの水筒係も務めていた金銀細工師、ロバート・ブランドンに弟子入りした。イギリス人美術師屋のロイ・ストロング卿は、この時期に、フランドル出身の女流画家、レビナ・テールリンクの下で、ミニアチュールの技法も学んだのではないかと考えている。テールリンクは、伝統的なフランドル風写本装飾への最後期の優れた画家で、ハンス・ホルバインの死後イングランドをヘンリー・パッセイの、 宮廷画家となったサイモン・ベニングの娘である。7年間の徒定期間を終えたヒリアードは1569年に、現在もシティに存在するギルドの金銀、細工指名誉組合の一員となり、弟のジョンと共に工房を開いた。1576年には、ブランドンの娘アリスと結婚し、7人の子供をうけた。エリザベス一世のミニアチュール、1572年、 ヒリアードの土定期間の終了は新しい宮廷肖像画家が喉から手が出るほど必要だった時期と重なった。パネルに描かれた2枚のエリザベス一世のフェニックス・ペリカンと呼ばれる肖像画はヒリアードが長期にわたって描いた作品で1572年頃から1576年頃にかけて描いたと考えられている。ヒリアードはエリザベス一世の絵師、 金銀細工士に任命されたが、その正確な日付は伝わっていない。しかしながら現在知られている最初に、エリザベス一世を描いたミニアチュールには1572年の日付が入っており、さらに1573年には王室に対する忠誠心がエリザベス一世に認められ、その役職を再任されている。1571年には、 エリザベス一世の長身だった初代エスター伯爵、ロバート・ダドリーのために肖像画集を作成しており、ヒリアードが宮廷で認められつつあったことを示している。ヒリアードには、ダドリーと彼の取り巻きの人々にちなんで名付けられた子供もいる。イングランドには、こういった有力なパトロンが存在していたが、1576年に結婚したばかりのヒリアードはフランスに旅立つ。 フランスではパリに居住していた在仏イングランド大使アミアス・ポーレット教宅に長期滞在していた。この旅行には彼自身の知識欲を満たす以外の目的はなく、いずれイングランドに帰国する時までフランスの上流階級から滞在費を受け取っているだけであるとポーレットは当時のヒリアードについて書き残している。ヒリアードは当時フランス大使館勤務だった。 フランシス・ベーコンのミニアチュールをパリで制作している。ヒリアードは1578年から1579年頃までフランスに滞在し、エリザベス一世の宮廷彫刻家でもあった、フランス人彫刻家、ジェルマン・ピロンラフランスの芸術家たちと信仰を深めた。フランスルネサンス期を代表する詩人、ピエール・ド・ロンサールはヒリアードについて、次のような、気予報編どちらとも取れる。 ン次を送っている。島国では、抜け目のない男は本当に、貴重な存在だが、その数少ない男たちは、完璧なまでに狡猾とさえ言える、安住公爵、フランソワのミニアチュール、1577年、ヒリアードは、エリザベス一世紀の花婿候補でもあった安住公爵、フランソワの1577年の文書に、ニコラスヒリアード、イングランド人画家として、 名前が挙がっている。そこにはヒリアードがフランソワから200リーブルの報酬を受け取ったことが書かれている。1577年に描かれた当時、宮廷女官だったスルディップ人のミニアチュールがあり、他にもフランス王アンリ4世の愛称、ガブリエル・デストレ、コンデコーヒ、モンゴメリー夫人を描いたミニアチュールはヒリアードの作品であると考えられている。金銭問題はヒリアードを悩ませ続けた。 当時はミニアチュール一つにつき一ポンドが平均的な価格だった。1599年にエリザベス一世から40ポンドの歳費を受け取っており、1617年には1584年にエリザベス一世にかつて拒否されたミニアチュールと彫刻の制作独占権をジェームズ一世から手にすることに成功した。しかし同年にヒリアードは ラドゲート監獄に投獄されてしまう。これは他人の保証人となり、その負債を支払うことができなかったためだった。ヒリアードの義父は彼の金銭管理能力を信用しておらず、1591年の残した遺言には娘へ残した積立金を金銀採仕組合が管理するよう書かれてあった。同年にヒリアードは二つ目のイングランド国事を制作し、 エリザベス一世から400ポンドという多額の報酬を受け取っているが、定まった年俸は受け取っていなかったであろうことに留意する必要がある。フランスからの帰国後スコットランドの近郊採掘計画に投資したが、この計画は詐欺まがいのものだったとも考えられており、ヒリアードにとってその後25年経っても苦い思い出として記憶に残ることとなった。 第3代カンバーランド伯爵ジョージ・クリフォードのミニアチュール1590年頃ヒリアードはフランスからの帰国後1579年にロンドンのチープサイド郊外にあるガターレーンに居住し製作を行った1613年に息子で弟子でもあったローレンスが家業を継ぎ数十年間にわたってガターレーンで仕事をすることとなる その後ヒリアードはより宮廷に近いセントマーティンズ教会教区に移り住んだが詳細な住所は分かっていないそこで工房を開きヒリアードのミニアチュールを求める顧客は宮廷人から紳士階級まで広まりさらに富裕な商人層をも取り込んだ父であるヒリアードの貧弱な模倣しか成し得なかった息子のローレンス以外にヒリアードの弟子からはさらに重要な人物が配信 ミニアチュール作家、アイザック・オリバーや画家、金銀イク士、ローランド・ロッキーなどである。また、ヒリアードは彼らのような職業的芸術家だけでなく、姿勢の人々にも絵を教えており、そういった無名の女性から1595年にヒリアードに宛てた書簡が残っている。ヒリアードは金銀イク士としての活動も継続しており、 豪華な飾り箱や宝石で飾られた首飾りなどを制作している。有名なものとしてエリザベス一世よりも芸術に理解を示したジェームズ一世から提身だったトーマス・ライト2610年に歌詞されたライトジュエルがある。他にもエリザベス一世からそれぞれ歌詞されたトーマス・ヘニッジ教のアルマダジュエルやフランシス・ドレーク教のドレークペンダントがよく知られている。 生涯独身で、諸女王と呼ばれた女王への信仰とも言えるような、忠誠心の現れとして、帝臣たちには少なくとも、宮廷内においては、女王の肖像画を身につけることが奨励されるような、ことさえあった。エリザベス一世もミニアチュールのコレクションを持っており、それは、女王の寝室のキャビネットに施錠されて保管されていた。紙に包まれ一つ一つラベルが貼られており、 レスター博を描いたミニアチュールには、我が主人と書かれたラベルが貼ってあった。宮廷ミニアチュール作家としての職文には、ミニアチュールの本来の意味である文書への絵画装飾も含まれており、ヒリアードは重要な書類への装飾を命じられることもあった。1584年のケンブリッジ大学、エマニュエルコレッジの創立認可賞には、フランドルルネサンス風の精緻な装飾が施されている。 他にも書物の表紙の装飾に使われる規範画のデザインも手掛けており、中にはヒリアードのイニシャルが残されているものも存在する。ジェームズ一世のミニアチュール、1603年から1609年、V&A ヒリアードは、エリザベス一世同様、ジェームズ一世にも高く評価され常用された。1617年5月5日には、 その後12年間に及ぶエングレービングによる王族の肖像の独占作成権を与えられている。それまで、ヒリアードもエングレービングの作品を制作することはあったが、王族のエングレービングの作品は脇下人のレノルド、エルストラックが担当することが通例だった。このようなジェームズ一世からの厚遇は、ヒリアードの作品に権威を与えるものとなった。第5代ラットランド白爵クロジャーが、 デンマーク大使の任を務め上げた時に16人の同僚はヒリアードが作成した王の肖像画付きの金鎖をその他のものも王の肖像画を授与されている。ヒリアードを高く評価した同時大臣に詩人ジョンダンが挙げられる。ダンは1597年の書簡誌嵐でヒリアードの作品を称賛している。ヒリアードは1619年1月3日頃に死去し、 1>, 1月7日に、ウェストミンスターのセントマーティンズ教会に埋葬された。遺言には20シリングを教区の貧しい人々に、30シリングを二人の妹に、遺品数点を使用人に、そして残りの遺産すべてを唯一の遺言執行人である息子のローレンス・ヒリアードに与えると書かれていた。現存するヒリアードの作品は、ほとんどがイングランドに所蔵されている。所蔵数は、 ロンドンのビクトリアアルバート博物館が群を抜いているが、ナショナルポートレートギャラリーにも何点か所蔵されている。ミニアチュールの保存状態は非常に良好で、絵の具の退色や酸化による銀細工部分の黒ずみは見られるものの、修復の必要は認められていない。ヒリアードの妻、アリスのミニアチュール、フランス美術の影響が見られる。1578年、ヒリアードは、 ボードリアン図書館に、所蔵の現在、装飾芸術と呼ばれるミニアチュール制作に関する重要な論文を残している。かつてこの論文は、ジェームズ一世の首席宮廷画家だった、ジョン・デ・クリッツが著者だとされていたが、近年の研究では、ヒリアードの弟子の一人で、おそらくアイザック・オリバーの教育を目的として、ヒリアード自身が表したものと考えられている。 装飾芸術の中で研究されている著名な画家に、イングランド王ヘンリー・パッセイの宮廷画家、ハンス・ホルワインや、ヒリアード自身はおそらくその版画でしか知らなかった、アルブレヒト・デューラーがいる。二人ともヒリアードが生まれる前に、すでに死去している画家ではあるが、ヒリアードはホルベインに比べても多くの点で、保守的な画家である。ヒリアードはパステルを用いたドローイングなど、 フランス絵画から学んだものも多く、イタリア人画家で、絵画芸術論の著書もある美術理論家としても、有名なジャンパウロ・ロマッツォについても、装飾芸術で触れている。当時のイングランドの芸術は明らかに洗練されておらず、ヒリアードの作品も、同時代のイタリアで活躍していたが形、例えば、エルグレコが到達していた初期バロックとは、かけ離れたものだった。ヒリアードは、 装飾芸術で必要以上の明暗法の使用に反対の立場をとっている。これはパトロンであったエリザベス一世の意向を取り入れたもので、モデルをより美しくするために必要なものは陰影ではなく開放的な光だ。そのため、女王陛下は近くに木の影も他のあらゆる影もない美しい庭園の開けた象形を自身の肖像画を描く場所として選ばれたのである。 ヒリアードは感情あふれる表情の美しさというものは、いかに優れた人でもありふれたものではなく、簡単に見られるようなものではないとして、瞬間を捉える必要性を強く訴えている。熟練した芸術家は、観察し、上品な美しさ、基地溢れる微笑といったほんの一瞬の輝きを捉えなければならない王族たちの肖像の複製画を除いてヒリアードは座ったモデルを前にして、 肖像画を描いていた。時間を節約するためにあらかじめ肌色に塗られ、陰影をつけた表情が書き込まれていない死体を用意していた。そして、リスの毛で作られた極細その筆で、モデルの顔の輪郭をうっすらと描き込んでいき、その後かすかに影となるハッチングを描き入れていった。ヒリアードは衣服や宝飾品を美しく描く技法も身につけた。 微細な点描で陰影を与えることによって真珠やレースに三次元的な効果を与えたのである。わずかに残っている未完成のミニアチュールはヒリアードの技法について多くのことを物語っている。ヒリアードは中作としてのドローイングをほとんど描いていないと考えられており、ドローイングはごくわずかしか現存していない。ヒリアードの手法は わずかに技術的に洗練されたこと以外1570年代からほとんど変化していない。ジェームズ一世とその家族を描いた後期の作品群の多くが初期の作品に比べてよりひわずになっている程度である。これはジェームズ一世は肖像画のために何時間もじっと座っていることが好きではなく、ヒリアードは肖像画作成に時間をかけることはできなかったためである。 1590年代からは、弟子のアイザック・オリバーが直接の競争相手となった。1604年にはオリバーが、ジェームズ一世の王妃案の宮廷画家に任命されており、王子ヘンリーが1610年に王太子となって、一家を創設した時にも、同じく宮廷画家に任命されている。オリバーは、世界中を旅し、師匠のヒリアードよりも、現代的な技法を身につけ、 確かに遠近法などの技法では優れていたと言える。しかし精神差や人々の心への訴求力といった点でヒリアードにはかなわなかった。エリザベス一世。ありがとうございます。